はいどうも、チャンネル隊長の夢のむかです。今日はこんな時間ですが、愛知県の知多半島の真ん中ら辺にあるアグイパーキングエリアに来ています。で、なぜかね、こんな夜にね、アグイパーキングエリアまで連れ出されたわけですけども、なんで今日ここにいるんですか？むかさん。はい。アイスはお好きですか？大好き。ですよね。うん。アイス大好きですよね。うん。そんな方、大喜びの、なんとジェラートの自販機がこの地にあるということでやってまいりました。それはセブンティーアイスというやつでは？バカモンそんなんどこでもあるわツタヤ行けば大体あるだろ。ツタヤ行けばだってほらアイスの自販機って言うから。まあ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 確かにね、セブンティーアイス僕も大好きですよ、うん、でもねそんなん動画でやらん今日はねセブンティーアイスの自販機行きますなんてやらんよさすがに。確かに、うん、確かにそうね。はい。じゃあジェラート、ジェラートってことはセブンティーアイスより高級だ。そうなんですよ、うん、でしかもねちゃんとねジェラートの会社が運営してるジェラート屋さんのジェラートってこと？そうなの。わあ行こう、行きましょう行きましょう。早く早く早く、動画撮ってる場合じゃねえ。早く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 。はい、じゃあ行きますか。ワク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 。トト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 ト。よし行きます。出発出発。くそう、真っ暗で何も見えんが。このさ、はい、夜のこの自販機企画だとさ、うん、行くまでの動画が何も使えないんだよいつも。めっちゃわかる。昼間に行こうぜ。昼間混んでるもん。昼間に行こうよ。もうだって動画これだぜじゃあ飛びます。はい、はい、というわけで着きました。こちらでございます。ジェラート工場って書いてある。すごい、うわ懐かしい。最近さこういう自販機見てなかったからさ、久しぶりに。うわこれ、え、いちごいちご、あチタミルク、いいね。で桜だって。本当だ本当だ。期間限定だよ。で私桜がいい。ピスタチオもいいな。桜がいい。抹茶もあるし。うわミルクティー、ミルクティーも絶対美味しい。やば、どうしよう、どうしようどうしようどうしよう。じゃあはい、いや桜とミルクティーはマストだよね。とりあえず全種買っとくか。全種類、うん、全種買っときましょうか。とりあえずオッケー。今日食べるとは言ってないけど、はい、うん、はい、私はすでにね実は味こんだけあるってことをもう先にもう僕は調べておいたんで。なんだって、はい、天才だな。保冷バッグだ。保冷バッグです。なんかキンキンに氷も入ってる、はい、入ってます。キンキン冷えておりますんで2つも入ってる、はい、キンキンです、はい、やば。じゃあ買ってみましょうか。はい、お金ください。はい、いや、やっぱ自販機ってテンション上がるな。いやー、まずは、はい、まずはいちご、いちご買う。おー早い、はい、来ましたよ。あすごい、ご購入ありがとうございます。え、かわいいハートだ。かわいい。じゃあちょっとまず、はい、いちご、はい、買う買うはい、ツタミルクでございます。はい、ピスタチオ、ピスタチオいきましょう。ピスタチオがついてる、はい、ピスタチオ、はい、こちら500円です、はい、ピスタチオだけちょっと高いですね。桜、桜、はい、桜、はい、桜。いちごと桜が期間限定なんですね。あ、いちごも期間限定なんだ。そう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 、あ、桜、いちごミルクといちごは違うんだ。ほんと、いちごミルクといちごありますね。どうした？困ったぜ。どうしました？1万円札しかない。おっと、小銭足りる？大丈夫ですか小銭？あと400円しかないから。マジ？ちょっとあなた財布、あなた財布入ってない。私の財布、はい、今、はい、残金ゼロ。なんで？嘘でしょ？本当だよ。マジで？ガチで。ガチで。ガチで。ほう。300円。1個は買えるかもしれないけど、どれか1個は捨てかもしれん。うっそ、とりあえずミルクティーを外せんかなマジここまで来て。うっそ、買うよ。ああ、そうね、ミルクティー、はい、ミルクティー買いました。私の財布な、はい、はい、ミルクティー、はい、ミルクティー、はい、はい、私の財布、あなたの財布、はい、同じのが出てくる。ああ、一緒なんですよ。ガチでお札は1枚もなくて、ショーの銭がね、せめてあと1個、あと1個いってくれ。 あと1個買える。よしよしよし、じゃあベルギーチョコバイバイ。ベルギーチョコバイバイ。ベルギーチョコはバイバイで買う。はい、
以上です。はい。お金がなくて買えません。お金がなくて買えませんでした全部は。買えませんね。はい。ここは2つ買ってない。ここの2つ買ってない。うわちょっとベルギーチョコ食いたかったな。いやここほら常設だからさ。まあまあそうだねそうだね。はい。この動画見て買いに来る方ぜひいちごミルク食べたら感想残してベルギーチョコも。はい。というわけでね、買えて食べますか。はい。はい全種類買うつもりだったんですけどね、はい、痛恨のミスです。2味買えませんでした。本当はね8種類なんですけど今日はね6種類でございます。はい、すいませんでした。すいませんでした。覚悟が甘かったです。はい、まあでも言うてほら身の前にジェラートが6個もあるんだよ。楽しい。あんたこんなことある？ないよ。というわけでちょっと全部は食べきれないから全種類ねちょっとずつ出してちょっと食べ比べしたいと思います。それじゃあ出していこう。じゃあどれから食べます？ごめんね今日は体調だけなんだ。えなんで？えなマジで言ってる？なんで？なんで？え今歯の治療中でちょっと冷たいものがちょっと話が違うよ。ちょっと今日の今日だったんですね歯医者が。はあ、私もね知覚過敏なんですよ。いや好きなんだけどすごいハミハミしないと食べれないのよ私。ペチャペチャ言うもんね。そうなの。知覚過敏だからねチャパチャパすんの私アイス食べると。やだこれちょっとマジか。じゃあとりあえずほら、うん、まあまあまあそうね。はい、はい、溶けちゃうから ね、はい、じゃあどうしようかな。じゃあまあ全部ちょっとずつ出そうじゃん。あそうしましょう。じゃあはい。じゃああなたからあなたからじゃないわ。はい、というわけでこれ何味？これいちご。いちご？ほんとジェラートだよこれ。はい、これは何ですか？いちご。いちご。シャーベット。いちごシャーベット。いただきます。ハミハミして、ハミハミ。ハミハミして。あ、いちごだこれ。ほんと？うん。なんかね、すごい果肉感あるよね。もうね、ほんとにいちご凍らして、スリスリして凍らしました。ん？ん？今なんかおかしいこと言った俺。いちご凍らしてスリスリして凍らしてた。2回凍らしてた。2工程になっちゃったね、うん、まんまいちごですよこれ。なんかね果肉感がねすごいつぶつぶがねもう目に見えていちごって感じ。もう本当にもうそのままいちごです。下手くそか。はい次行こう。はい、これは下ミルク。ちょっと多めに出して。下ミルクに関してはすごい滑らかだよ下ミルク。うわ本当だ。ミルクです。いただきます。愛知牧場の牛乳をそんま凍らせて食べてた。マジで？うん、本当に。いやーいいなー。あめっちゃうまいこれ。すごいさっぱりしてる。本当？うん本当に、まあ。ジェラートだからね。うん。なんかアイスクリームよりあっさり食べれるよね。そう重くない。うん。だけど本当になんかマジで牧場の牛乳そのまんま。伝わったかな今。うん、聞こえた、うん、分かる。結構な音だった。結構音出たね今、うんうん、はい、はい、じゃあ次はどうする？桜いっちゃう？いいっすか？いやあげたくないな。食べねくせにいいやん。いただきます。桜でございます。いや絶対うまいじゃんこんなの。ちょっと嗅いでいい？うんうん。すごいこれやばい、じゃあこれさ食べたい。バチクソ高級なハーゲンダッツって感じ、うん、マジこれめっちゃうまいわ、うん、桜うまい今んとこね、まだ3つしか食べてないけど、うん、桜が一番うまい。この順番今んとこ今んとここの順番ですね。ほんと、うん、どれも美味しいけど珍しくイチゴが下にいる、うん、いやこれ桜やばいわマジで。あのねスタバの桜ラテあるやん、うん、あれマジで。ほぼあれイチゴ入ってない時の。あうん、何その喜び。はい、じゃあ次行こうかな。はい、まあ、抹茶にしようかな次は。抹茶しようかな、うん、ミルクティーだとちょっと変わり種になっちゃうから、ね、そうね、うん、ピスタチオ最後にしよう。これだって500円だから、うん、そうだね、うん、500円の価値は果たして、ね、いいね。うわこれ今食べ頃だよこれ、うん、抹茶いただきます。はい、うん、どう抹茶はどこに行く？あ、もうないんだーば。抹茶はどこに行く？ここの上に置いといて。上？うん、こっちだね、どっちかというと。ややこっち。ややこっちね。うん、ややこっち。じゃあこうね。どれもうまい。じゃあこうね。
まあそれでいいでしょう。ほぼ僅差っていうか、もう、うん、僅差、うん、じゃあ次残り2種類です。じゃあこのミルクティー、これ超気になるよ。ミルクティー、本当にミルクティー入ってる。ミルクティー、あ、紅茶抽出液入ってる。絶対うめえわ。つまり紅茶入ってますよこれ。おお、いやー食べたい。いや本当はこれこのままにあのチュパチュパするやつなんだよ、うん、あ、そうなんだ。そう、それ書いてあった。あ、チュパチュパしてください。はい、じゃあこのミルクティー、はい、ミルクティーいきます。ミルクティーはどこに来るかな。ちょっと待って、優勝しちゃう、優勝しちゃう、優勝しちゃうかな、優勝しちゃうかな、どうかな、どこだ、あーあーやっぱ桜か。桜うまいのよね。桜が1位だって、うん、桜うまい、ね、こっち向きにしとこう、うん、はい、じゃあ最後ミルクティーの味した、感想を言えよ。あ、そうです。あ、ミルクティーね、ね、牛乳が多めのミルクティーって感じ、ね、うん、ロイヤルミルクティーか。そう、あれ見た、一時期なんかエスプレッソ紅茶ラテみたいなあったよね。あ、あれなんだっけ、なんだっけ、紅茶プレッソみたいな。よし、あーごめん、さっぱりした紅茶家電、うん、いや紅茶家電例えばダメだ、バガバチクソ高級な牛乳が入ったミルクティーって感じ。ダメだ、この人この人食レポ下手やわ。なんで今日私が食べれんのこれ。そうだったか、お最初あんたに食べてもらっちゃったよ。何ドクターストップかかってんの。本当に普通に死んでるからダメだって今日は、うん、俺なら近く過敏で頑張ってるからね。うん、おつ、うん、最後一つだけちょっと高かったピスタチオで、ピスタチオ他のと比べて100円高いっすよ。そうなんだよ、なんか若干ピスタチオ少ないけど、ちょっと量ね、どう、一緒、一緒じゃない、 100ml、 あ、少ない、嘘、どこに書いてある、ほら、ここ書いてある、100、ほんとだ、みんな130、ほんとだ、やっぱ少ないよ、だってさ、うん、同じ量ぐらいチュって出してるのに減りがね、ちょっとしかないもんね。ほら、ちょっとちっちゃい、うん、ちっちゃくはないけど 30ml 少なくて100円高い、100円高い、つまりバチコ、バカ高い、はい、さあ、果たしてそんなピスタチオくんのお味は、いただきます。きなこ、きなこ、きなこ、ほぼきなこ、きなこ、うん、なんかきなこだこれ。いや食べてみ、わかるべ、食べれんからさ、ちょっと食べたら、ちょっと下に乗せたら、ちょっと下に乗せよう、うん、ちょっとピスタチオ食べてみ。いや本当に紅茶よ、あ、間違えた、きなこよ、なんかちょっとすごいきなこを感じた私は。ピスタチオ、想像したピスタチオではない。あ、染みちゃう、ちょっと味わかんなかった。いやー、ちょっとねキンってして味わかんなかった。わかんなかった、じゃあもういいです。いいです、いいです。いや、なんか違うね、これは。何や、なんかね、食感は一番いい、うん、味もいいんだけど、僕ね、あくまで僕がランキングとさせていただくのであれば、こう、これかな、そうか、こういう順番かな。なるほど、うん、いやでもなんか想定通りって感じ。あ、本当、うん、本当、いやでもね、これあくまで、ね、僕があくまで好きな順です。うん、うん、一番好き、二番目、三番目、四番目、五番目、六番目に好きって感じなんで、全部好きは好き、うん、全部好き、そう、でも僕の一番好きなのは多分この子だね。いちごミルク食べたかった。いちごミルク、いちごミルク、また買いに行こうね、私の歯が治ったら。はい、というわけでね、今回はですね、ジェラートの自販機に行ってみました。はい、はい、あのね、マジでうまいです。で、また価格設定が怪しい、400円って、うん、買っちゃうもん。買っちゃうね、買っちゃう、400円なら買っちゃう、買っちゃう、しかもこのあれだよ、チュルって食べれるから、うん、外で、そう、それ、うん、これはね、値段設定もずるいし、うん、味もうまいです。はい、あの、結果、また行きます、また行きます。はい、というわけで皆さん、他にもですね、こんな自販機あるよっていうね、情報がありましたら、ぜひコメントに残してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ツイッターでもいいよ、行ける範囲で行きます。はい、行けたら行くわの精神で。絶対行かないやん。はい、というわけでまた他の動画でお会いしましょう。ポンズニー、ポンズニー、バーイ。